4位争いが非常に激しくなってきてるんですけど、まあ、ラレアルが不調の間に、ね、こう、ビジャレアルが急上昇中で5位に今つけてますけれども。ビジャレアルね。現状のビジャレアルどう見てますか？最高じゃないですか。もうね、俺、セティエンが就任したときに、半年ぐらい時間あげて、まあ、1ヶ月ワールドカップの期間中にプレシーズンができて、うん、で、それ合わせて半年、我慢してあげれば、練習、そこをち、我慢してあげれば、サッカーが浸透して、2強のホームでも、もしかしたら勝てるようなチームになってるかもしれないっていうのを、もう半年前に、それが、セティエンのビジャレアルの最高の、うん、組み合わせだっていうふうに言って、もちろん途中解任される可能性もありますよ、うん、ということだったんだけども、その最高が今出てるんですよね。うん、ビジャレアルに関しては。で、ソシエダとの試合で思ったんですけども、ソシエダがどん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 前からプレスに来て、でも本当につないできましたよね。うん。危ないシーンはめちゃくちゃあるけども、後ろからつないできて、で、つなぐことのメリットが勝っちゃって、うん、最終的には。結局つないでくるわけですよね。で、結局つないできて、ボールをある程度つないでくると、サムが、右サイドで、一人でボール持てるんで、彼がボール持てるところまで、中盤の選手、テラッツあたりが、テラッツ、フォイスあたりが中から押し上げてきて、中に相手の守備を引きつけるから、サムがあそこでフリーで持てるんですよね。うん、今、1対1っていう、対角線を向いて1対1の形で持てる。そうなったら絶対的に強いなと。この組織をね、もうビジャレアルを評価するには組織を見てほしいんですけども、うん、サムがあんだけ1対1になってるのに、例えばラフィーニャがなんで1対1になれないのか。なるほど。うん、そこはやっぱり周り、こう、後ろと中でボールが持ててないからなんですよね。後ろと中である程度ボールが持ってから、こう、開くと1対1ができるんですよね。1対1を作るために、セティエンのチームは、ちゃんと建設されていて、それがよく見えるんですよ、こう見てると。うん、フォイス内の上がり方とか、テラッツ、非常にいいですね、テラッツの上がり方。うん、で、フォイスも絶対外側に、外に入らないんで、うん、内に絞って入って上がっていくんで、そうするとサムがフリーになって、サムフリーしたら今は、ほぼ、ビニシウス状態ですよ、とか、いうことで、それで点が取れている。で、先週末、レアル・マドリ戦は、ロチェルソ、待ってましたロチェルソがついに戻ってきて、しかも、偽センターフォワードで使って、きっちり機能してると、うん。久しぶりですよ、偽センターフォワードを使って機能してるチームを見たのは。なるほど、確かに。最近対策されて、全然オーヤルサドルを偽センターフォワードにしても、ロドリゴを偽センターフォワードにしても、ダメなんですよ、割と。うんうん、センタースペイン代表もダメですね、うんうん、誰を偽センターフォワードにしても割と勝てない、うん、でもロス・チェルスは完璧にしてましたね、うん、この人ああいう、まあ、ロス・チェルスはもうベティス時代からセティエンでやってるん で、うんうんうん、でベティス時代にもボランチなのかトップ下なのかセンターフォワードなのかちょっとわからないようなところでプレーしてたんですよね彼は、うん、だからそれをこの間やってくれただけなんですけども、まあ、そういう彼みたいな選手がセンターフォワードに入ってくると、今ジェラールが怪我しちゃってるんでモラレス一枚のみたいなモラレスをセンターフォワードの時みたいな、苦しい状況では今もうないんですよね。やっぱりモラレスはやっぱりスペースがないとダメなんでやっぱりちょっと後半65分過ぎから入ってくるとものすごく怖いんですけどもスペースもあるし相手チームも前がかりになってるしっていうことで、うん、そうじゃなくてもう圧倒的にボールを持ってるのにモラレスがそこに入っちゃってると負担になっちゃってたんですよね、うん、なかなかね、うん、
そこに一応動けるような選手が入ってきて、ロセルソが入ってきて、まあ、ジェラールがやってたことをロチェルソがやってると、やったと、この間の試合では。ということになると、悪くなるような、あれが見えないんですよね。うん。もう、俺たちはこの戦いでやり方でやるぞっていう戦い方がきちんと浸透してて、選手もそれを信じてるようだと。レイナも信じきってるようだと。うん。うん。で、パレホも信じてる。どんなにプレスかけられても、ソシエダがものすごくプレスかけたんですよね。うん。2週間前は。だから取られるかなと思ったら取れない、うん、取られない、確かに、うん、やりきったんで、あのサッカーはやりきると相手チームは70分過ぎぐらいから走れなくなるので、それでものすごく点が多いんですよ、後半のビジャレアルは。特に70分過ぎからガガガッと点取れるチームなんです。だから見てる方にはなかなかね、点が入らなくてね、優勢なんだけど、0-0みたいな時間帯が続くんで、ちょっと欲求不満になり、なるはするんですけど、うん、それはまあ70分、80分ぐらいから、ちょっともう、ビジャレアルが変わらないのに対して、相手チームがやっぱり変わってくるんで、ガクッと落ちる。やっぱりプレス、あれだけソシエダかけさせられると、プレスあれだけかけると、やっぱり、後半70分はもう走れないんですよね、うん、もちろんプレスはかけられなくなってるし、その前からボール出しなんかも完全にもうフリーになっちゃってるんで、70分にはそうするともうあんだけつながれてパス、ショートパスで崩されて、ゆっくり崩してくるんで、こっちも出るじゃないですか、プレスに、うん、ね、そうするとかわされて、ひょいっとかわされて、足元に通されて、で、サムが、まあ、超人的なドリブルをしてみたいなことになったり、モラレスがスペースに抜け出したりみたいなことをすると、うん、今は勝ちパターンが完全にできてるし、サッカーも面白いし、もちろんハラハラするっていうことも含めて、ボール出しにあれだけプレスかけられてるのに、レイナはミスもあったにもかかわらず、やってますよね、うん、ボールショートパス、ショートパスやって、パウだって調子良くなかったし、うん、キックの精度が問題されたこともあったのに、あと1対1の当たりとか、だんだんパウも良くなってきてるんですよね、うん、ということを、まあ、考えると、まあ、アルビオルのところはアルビオルは帰ってきてほしいなっていうふうにちょっと思いますけども、うん、それ以外はもうほぼチームは固まってるし、非常に良いと、うん、ジェレミーも含めて良いっていうことなので、今リーガで面白いサッカーを見たければアビジャレアルを見るというふうにはなってます、うん、バルサビア全体面白い、うん、まあ、もしかするとリアルマドリーよりも面白いですよね、うん、まあ、対抗できるのはアトレティコぐらいじゃないですか今、うん、今ね、うん、アトレティコもめちゃくちゃ面白いですね、今のサッカー、うん、あんな面白くなっちゃったら今は双璧ですよ、ビジャレアルとアトレティコ、面白さがサッカーの想像力も、うんうん、なんでどうなりますかね、まあ、アトレティコもしかすると2位になっちゃう、ね、レアルマドリードを抜いてみたいなこともあるんじゃないですか、今のサッカーだと、うん、負けるような気がしないですね、アトレティコ見てると、うん、あと、まあ、アトレティコの話をちょっとだけすると、まあ、ボール出しが非常によくできているのと、エルモスがやっぱり入って、ボール出しが改善されただけじゃなくて、うん、コケのワンボランチが大正解だったってことですよね、うん、今となってしまえば。まあ、危ないから、あそこ、近藤ブレアを置いてたりしたんですけど、ウィッツェルとか。結局のところ、ワンボランチで正解で、その分、ジョレンテとか、レマルが生きるっていうことになると、うん、かなりボール触れるんで、あそこでボール出しのところからもう急いでカウンターしなくてよくなったんで、うん、ボールを触りながらこうサイドバック、両サイドバックやファイブバックの両サイドバック上がってくるのを待ってカウンターしてよくなっちゃったんで、うん、で今グリーズマンが、うん、カタールのグリーズマン並みに良いので、うん、隙が全くない、うんうん、これでメンフィス戻ってきたらどうなっちゃうのっていうぐらい
モラタはもちろんいいけども、メンフィスも非常に良かったということになっちゃうと、ちょっとシメオネ覚醒で残留決定で、このサッカーだったら文句言いようがないですね、今。来シーズン、このサッカーがスタートしたら、僕は優勝候補に挙げますね。これはでもアトレチコは、その CL もコパも何もなく週1のゲームだからっていうのもあるんですか？だから、もちろん体力的には上回ってますよ。だから走り負けは絶対してないですよね。特に両サイドバック。あそこしんどいところですけども、よく上がって下がってますよね。それもあるけども、そのおかげで、そのおかげでタイトルがかかってないんで、割とこう、野心的なゲームプラン。タイトル争いをしてたら、もしかしたらコケはモランチっていう発見はなかったかもしれないんですよね。なんで、もうコケが今素晴らしいですからね。ビジャレアルのパレホと同じぐらい効いてますし、もしかするとパレホ以上に効いてるかもしれない、今のコケは。最高のコケですね。もう代表にすぐ復帰するでしょ、あれなら。なので、もちろんそれはありますよ。今、タイトル争い全然やってないってことで。もう後半戦全然やってないですから。だけど、控えの総数も厚くて、控えの選手だけ、あ、交代選手が13点も取ってるのはアトレティコ・マドリーだけなんですよああ、そっか。ね。選手層はめちゃくちゃ厚いわけですよ。交代選手が全然、遜色ないわけですよね。もらったメンフィス全然遜色ないし。ね、まあそういうことで言うと、もう、ものすごく強いチームなので、ある程度この戦い方がっていうことで決まったんなら、タイトル争いをやりつつ、ローテーションをある程度しつつ、もともと選手層が厚いわけですから、来季は、複数のタイトル争いもできるんじゃないかなっていうふうに思ってますけど、なるほど。まあそういう。今はもうベストメンバーで突っ走ってるから一番いいサッカーができて、まあ、交代メンバーも顔ぶれだけ見れば全然遜色ないから、多分遜色ないサッカーができるだろうという前提のもとでお話しますけども、来季は優勝候補ですね。まあ、これがノープレッシャーだから多分できてる部分もあるんで、シミオネはいつもなんかかかった試合とか かかったシーズンになればなるほど保守的にまた変わっていくっていうね、良さが消えていくっていうところもあるんで、ちょっと期あ待。るかもしれないですよね。まあもう毎回言ってるじゃないですか、我々そこで。まあそこはね、それは確かに言ってる。確かに。でも、コケに任せましょうよ、もうそうですね。もそれでいいじゃコないケがか。あそこでワンボランチなら、まあ、ある程度下がっても大丈夫ですから。コケさえ、あそこツーボランチとかにしない限りは、サッカーは維持できると思でうんきでするよと。ね。あと、ゲマさん、その4位で争いで言うと、ベティスは今現状ちょっと苦しいですか？苦しいですね。やっぱりフェキルがいなくなって、左サイドバックも、まあ、プレミアに、だから最高の2人が欠けたわけですよね、後そっ半かそっ戦になっか。てから。今欠けてるところをなんとか、ルイバル右サイドバックみたいな形で、カバーしてるわけですよね。まあ、やりくりって感じに見えるんですよね、ベティスは。だから、まあ、良くなる様子は見えないけども、悪くなる様子も見えないかなと。まあ、ある程度、ちょっとソシエダ的、今、どう、こう、良くなる風には見えないけど、悪くなる風にも見えないっていうような形で、勝ち点を取っていくから、4位は厳しいんじゃないかなとは思ってます。ソシエダとビジャレアルの、まあソシエダは、まあ、勝ち点差が、まあ、あるわけですから、そこも含めたソシエダとビジャレアルのレベルっていうのは、ベティスよりは一段上にある現状。なので、4位には厳しいですかね。割と4位争いはこの2チームじゃないですか。ビジャレアルとソシエダ。